もしもピューチンがハーゴンと同じだと気がつくことができていたとしたなら、ここはね、桜の木があるけどモンドラなんですね。これを使ったわけですね。これもっとやりたいので、またふさふさ島に行きたいなと思います。これはね、普通の木じゃないとできないんですよね。緑の普通の木がないとできない。ああ、落ちちゃったな。この木にできるかな。お、いいね。いいね。これ桜の木になってもブランコ公園はブランコ公園。あ、これもできるね。花坂じいさん。花坂じいさん。もう一回ふさふさ島に行って集めてこよう。あ、緑の花も植えちゃおうか。緑の花。お花の部屋。お花の部屋があるんですよ。やったー、やったー。もうないのかな。ツタの実、ツタの実、ツタの実もないかな。ツタの実、もうない。ツタの実ができてた。いろいろやりたいことがあるんだけど、花の咲いてる部屋、花の咲いてる部屋はこっちです。緑の花、それから青の花、かわいいな。ワン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 。ワン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 。ツタの実を焼いてみよう。ツタの実を焼いてみよう。ああ、もう作ってある。イチゴと一緒か。まだ酒樽がないからね。ルビーラは作れない。そしたらね、他にやることあるかな。いちご植えたんだ。これ植えちゃおうかな。あ、牧草の部屋ができるね。牧地の牧、牧草の部屋、牧草の部屋、どこに作るかな、牧草の部屋。どこがいいかな。もう地上はいっぱいだからな。地下かな。どうしようかな。この辺空き空いてるから、牧場を作るためにはブロックがね、牧場を作るためにはやっぱりね、こういうとこじゃないとね。
小さいやつでいいんだよね。柵ないかな、柵とこれで、ちょっとここに置いて、ここに置いて、ちょっと広いか、広いのかな。もういいよ、分かったよ。もうやだな。広いのかな。ちょっとこっ、桜の木があるからな。広いかな、そんなにこれ。そんなに広い部屋かな、これ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 これ130マス 13×2 だから、ちょっと広いね。ちょっと広いですね。に牧草を植える。牧草をね、
き、大きい巻き場を作ってもハートはくれないんだね。裏垢牧場とか飼育部屋を作ればハートくれるんだけど。今ね、作業台持ってきてないからね、積みわらを置いたら、でも寝床だよな。まあいいか。まあ、とりあえず今回は、もう一回ふさふさ島に行って、いろいろ集めてきたいですね。まだジメジメ島には行ってないんですけどね。ジメジメ島には行ってないんですけど、イチゴがね、もう実ってんじゃないかなと思うんだけどね。とりあえず一回寝るか。睡眠。スイム。I'm sleep. Sleeping. One night. これ、イチゴがまだ実ってないな。イチゴが実るのちょっと待とうかな。他に何かやることあるかな。どんぐり狩りに行くか、じゃあ。どんぐり狩りに行ってきます。どんぐりがり、どんぐりがり、どん、ね、こっちにもね、どんぐりの木があるんですよ。どんぐりできてるかな。この木にはできないのかな。あるね、上の方に。ブロック。ハード。何がハードなのかよく分かんないけど、もうないです。次の木に移ります。どんぐりないかな。
どんぐりどんぐり、上 見ながら移動すると海に落ちるね。あんまりないんだよな。あと3つしかないんだよ。いやー、こっち来てもしょうがないんだよな。いやー、ブロックがさ、あんまり葉っぱのブロックあんまり使いたくないんだよな。シロ君が取ってくれる。ありがとう。ありがとう、シロ君。いいやつだよ、君は。君はいいやつなんだ。あそこにあるんだよね。そこにあるんだよ。もういいや、これで。ちょっと疲れたから簡単に取れるやつだけ。取れない。
もうめんどくさいからいいか。めんどくさいんだよな。取りやすいやつだけ取る。シドウくんが取ってくれるのが嬉しいね。嬉しいよ本当に。拠点に帰る。いちごできてるかな。いちごできてるじゃん。そしたらキャベツ畑のね、2個目のやつはね、回収しよう。いちご畑にしよう。ふさふさ島で取ってきたいちごの種全部あげるよ。もう一回行くから。いちごの種、全部あげる。それで、キャベツ畑の、第二キャベツ畑上にもあるな。上のキャベツ畑にしよう。やっぱ地上にさ、いちご畑があるっていうのがいいんだよ。第二キャベツ畑を潰します。第一キャベツ畑が向こうの方にあってですね、木の向こうの方にあって、こっちに第二キャベツ畑があります。これをですね、いちごに変えるんです。さすがに植え替えはしてくれないと思うんで、自分で、いちごを植えてくれてるけども、もう夕方だから途中で引き返されてしまう。そしたらね、帰るか。ちょっと一回眠って、いちごを植えてもらおうか。どうしようか。
みんなもごもご食べてる。こうやって自分で置いたんだよね。こんなおしゃれなやつ作ったのか。まあいいや。ちょっと時間が中途半端なんで、キングオークがいるなら、あ、でもね、キングオークと戦うんだったらね、イチゴの種を植えてもらいたいんですよね。それで引き返したいなと思って。オークキングと戦うときはですね、世界中の歯は持っていかない方がいいんです。もうちょっとわかんないんだけどね、世界中の歯を持っていくとね、ゲットできない可能性があるような気がする。茨の剣で戦った方が、でもね、いないかもしれないね、今。いるかどうかはわかんない。戦ったばっかりかもしれない。戦ってからね、時間が経たないとね、現れないんです。いなさそう。いなさそう。残念です。いなさそう。ああ。いちご畑を見ていこう。お腹空いてる。トイレの時間が終わって、いちごを植えてくれている。いいね。もうこれで全部終えた。じゃあまたふさふさ島に行こうかな。一応ふさふさ島を解決したので、ものによっては永久に作れるものがあるかもしんない。これ永久に作れるね。これ永久に作れます。あんまり必要ないんだけどね。無限にブロックが作れる。今欲しいかっていうとそんなに欲しくない。でも無料だとね、なんか無駄に作りたくなっちゃうね。今まですごいすごいなんか苦労してたからさ。
まあ、でもそんなに作れるものがないんだな。あーロープはそりゃ作れるよね。ロープそんなにいらないしな。旗は、旗とこれがね、いくらでも作れる。これもいくらでも作れる。これさ、飾りとしていいよね。飾りとしていいよ、これは。もう意味なくいろんなところに飾れる。意味なく飾れる。意味なく飾れます。見えないんだけど。台所にあったらいいやつだと思うんだけど、でも料理は邪魔になっちゃうね。ここもね、一応料理部屋の一部、食堂の一部。じゃあちょっと帰ろっかな。と、じゃあ今回はここまでということにします。なんかいつもの立ち位置と違うんじゃない。じゃあ皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。